さあ第4試合です。意を決したかのような表情、入場は藤田ジュニア隼人。この戦いは隼人のデビュー2周年記念試合になります。柴田さん、はい、ちょうど2年前場所も同じこの後楽園ホールで、はい、彼はデビューしているんですよね。はい、中島選手だったんですよね。そうですね、はいはい、ドッグレッグスで8歳からリングに上がっている藤田ジュニア隼人。さあ続いてはブライアン・ダニエルソン。このレスラーももう日本ではおなじみですね、はい、現在は ROH 主戦場としています。そしてそのチャンピオンなんですね、はい、WWE、ね、が勢力を持ってますけれども、はい、他にもいろんな有力な選手がいっぱいいますんでね。そうですね、 ROH もね見逃せないですよね。青コーナー175センチ75キロ、藤田ジュニア隼人。道のくプロレスから藤田ジュニア隼人、いい表情をしています。75センチ90キロ、 ROH ヘビー級王者ブライアン・ダニエルソン。アメリカンドラゴンのリングネームでも有名です、ブライアン・ダニエルソン。いやしかしそれは過去のこと、 FMW そして新日本プロレスでの活躍がありましたけれどもね、はい、ROH に現在は主戦場を移しているダニエルソンです。団体のチャンピオンということでね、やっぱり彼にもね、はい、プライドとね自負があるでしょうからね。そうですね、非常に勢いのある団体なんですよね、はい、テクニシャン揃い、なんか日本の選手もよく遠征に行ってますよね。あのドラゴンゲートの選手たちがよく、はいはい、遠征がありますし、今年の夏にはその ROH の選手たちとの交流戦が日本でも行われています、はい、さあデビュー2周年の記念試合、この戦いにいや藤田ジュニア隼人が勝つことがありますと、これ大金星となりますね。藤田選手もなんか恵まれてますよね、デビュー2周年でブライアン・ダニエルソンと戦えるわけですからね、はい。メキシコの登竜門での修行もありました。ただ藤田選手イケメンなんでね、はい、これから精進してくれればね、日本とかを背負って立ってくれる男になれるかもしれませんよね。あの徐々にこうファンも増えているようですよね、はい、バックグラウンドはアマチュアレスリングがあります。あの全国大会にも出場していたんですね、はい。しかしテクニックという点で言えばこちらのダニエルソン定評があります。アメリカのレスラーはほとんどあのレスリングとフットボールやってますからね。そうなんですよね、はい、基礎体力、はい、基礎テクニックといった面はしっかりしています。新日本プロレス時代はカレーマンとのコンビ、 IWGP タッグ体幹もありました。あ、ここも自分から引き入れるような体勢、最小限の力を使って相手を倒していきます。足を払っていく、この辺りのじっくりグラウンド戦です ね、 そうですね、意外な展開になってますね、はい、粘っこい展開から、あ、今ひねっていきます。ちょっと変わった攻め方しますね。そうですね、なかなか見られない感じの腕攻めになっています。そしてそのまま、あ、これ同締めの体勢、バックを取っています。あ、そして柴田さん、あのダニエルソンなんですけれども、あ、今これちょっと変わってますね。体重をうまく使ってあれですね、あ、これ股のあたりを支点にして重みをかけています。なかなか今の動き見られませんよね。そうですね、珍しいですね、ちょっと見たことないですね、自らが体を反らせて、はい、まあ、レスリングというか総合格闘技の動きでしょうね。あ、なるほど。あのこの前日にはですね、プロレスリングノアのリングで、はい、ケンタ選手と大熱戦を繰り広げてきているんですよね、ダニエルソン。25分以上の戦いでした。だノアの選手もアローウチ行ってますもんね。そうですね、はい、まさにそのケンタ選手との戦いもありました、はい、シングルマッチ。まあ、日本のレベルの高いレスリングにね、プロレスに、はい、あのやっぱり分かってるんですよね、うん、そうですね、はい、はい、
あ、もちろんまあ新日本でも活躍してましたからね。トラスキック、そうした実力者のダニエルソンに対して応えていかなければいけない藤田ジュニア隼人。いやいや、これは食らわないよという表情ですね。今よく見てますね。余裕がありますよね、はい、ちょっとこういわゆるスカスと言いますか、はい、まあ、ちょっと若い藤田選手が若いというかね、キャリアもまだ2年ということで、はい、飲んでかかっているところもありますかね。はい、この表情もそうですね。ただそうしたら隙が出るはずですからね、はい、藤田選手にもつける隙はあり、ま、あ、チャンスありますよね。そして今リングインさせるときにですね、あの和田恭平レフェリーにちょっとこう確認するような仕草もありました、はい、さあ足をしっかりと組んで腕を掴んでいます。ロメロスペシャル、釣り天井へ移行しています。非常にこう形も綺麗になります。いや、この後があるんですよね。これは何て言ったらいいんでしょう。おー、しかし渡辺レフェリーはフォールを取りますけれども、ギブアップ、ギブアップ、どうか。ダニエルソン本当テクニシャンですね。そうですね、これすごい角度になってますね。で、そして後方へ、藤田選手の体が柔らかいからね、持ちこたえてるんであって、はい、波の選手だったらきついですね。うん、そうですね、この技でもギブアップを取れるかもしれません。カウントは2つです。2カウント、試合時間5分経過、5分経過。さあ少し藤田の動きが止まったところ、エルボースマッシュ、これに抗う藤田ジュニア隼人、ヘッドバット。カウントはどうだ、カウント2。そして今度はちょっといいようにされてますね。そうですね、これ腕とどうです、首を同時に、はい、決めていますね。これはダニエル選手です。こんなにテクニックありましたかね。はい、すごいですね。彼の本領がやっぱり藤田選手が相手ということでね、余裕があるんで、もう、やりたいように自分のものを力を全てね出し切ってるような気がしますね、これね。リング上でも何かこう一つ試している、はい、そんな感じもいたします。ボディコントロールも上手いですよね、うん、そうですね、はい、全く試合をさせてもらえません。藤田ジュニア早く、いや今はこのまま行きましたね、はい、ダブルアームスープレックスもちょっと角度が従来のものとは違っていました。徹底した左腕殺し、これ藤田ジュニア隼人はどうにかしなければいけませんね、まあ、ちょっとこれ厳しいですね、はい、突破口としてはどうですか、何がありますか。一瞬の隙を突くね、はい、返し技とかでしょうけどね、まあそしてやはり若さということになるでしょうが、ちょっとがむしゃらな攻撃で数は開けるかと思いますけど、ちょっと今体力的にもね、はい、攻められてますからね。そうですね、こういうチャンスかもしれない。今飛び込んできた、ここだここだ、スピア、ここ休まないどんどん行ってほしいんですけど、体が動かないから、はい、だいぶ自由を奪われている藤田ですが、自らを鼓舞する。ちょっとスピードがないね。うん、そうですか。バックドロップ、これはひねりを加えていった。すぐにダニエルソンが返しています。2005年9月にジェームズ・ギブソンを下して ROH ヘビー級チャンピオンになりましたブライアン・ダニエルソン。これに対して、おー、今蹴りを見舞ったが、どこかで見たような感じでしたね、はい、ほぼペナルティキックのようになりました、はい、行くぞという一声。あ、リング下には、あ、これラッセがいますか、はい、はい、道の崩れがね、はい、一番送ってますね。そうですね、しかし厳しい厳しい張り手連発から、さあこれを突っ込む形になったダニエルソン、足を掴んで、うわー、スカイセスに行きます。柴田さん、今も入り方が変わっていましたね、はい、これダニエルソンこんな強かったんですかね、すごいですね、再認識させられましたね、はい、グラウンドテクニックですね、はい、ROH のヘビー級の王座に君臨したということでね、はい、
彼もまたこうですね、一段とレベルアップしましたかね。そうですね、パワーも増しています。フィニッシュという合図から、どうだ、バックを取る、踏みとどまった、逆にジャーマンスープレックス、投げっぱなしから右の蹴り、側頭部か円錐か、カウンター2つ。ちょっとダニエルソンの表情も変わってきたか。まだその目は死んでいません。藤田張り手合戦になっています。張り合い張り合い、ここは引きたくないですよね、はい、あ、そして得意技になりました。あ、これいわゆる得意のキッドになりましたね、はい、同締めと首回り、意識を刈り取ることができるか。藤田ジュニア隼人です。もう一度ひねったが、いやいや、これはダニエルソンがロープエスケープになりましたか。やっぱり先に立ち上がらないといけませんね、これね。そうですね、まだちょっとダニエルソンの方が余裕ありというところでしょうか。対角線上の攻撃から突っ込んだ、逆にタックルを返して、ジャーマンスープレックスをそのまま回転、一発で終わらないですよね、この人ね。そうなんです ね、 安定してるんですよね。あ、そしてこれは出た出た、キャトルミューティレーション、戻り切りが取れましたね。そうですね、はい、試合をストップしています。もう投げられた時点でも危なかったですよ。だいぶ厳しい角度で頭部を痛打しました藤田ジュニア隼人。そしてその後のつながりですよね、はい、自在にこう変化していきますよね。試合時間は9分59秒、10分まで至りませんでした。キャトルミューティレーションによりレフェリーストップ、ブライアン・ダニエルソン勝利している。あ、そして今握手を交わしますけれども、あ、今もう1回という。そうですね、ただもうちょっと修行してからの方がいいかもしれませんね。はい、そうですね。いや、柴田さん、はい、振り返っていただきたいんですが、改めましてですね、はい、本当にこのテクニック見せつけてくれましたダニエルソンです、ダニエルソンがね、あのこんなに強かったのかと正直持ちまして、思ってませんでしたね、はい、これはもういい選手ですね、もうメジャーもどんどん使ってほしいですよね。そうですね、そしてもちろん日本のリングですね、はい、また登場してもらいたい。そしてそれはこの藤田ジュニア隼人も同じこと、もういい薬になったと思いますよこれ。そうですね、まだ若い選手、明日がある。